分子生物学やバイオインフォマティックスにおいてコンセンサス配列もしくはカノニカル配列とはシーケンスアライメントの各位置における最も高頻度の残機が計算された配列である。関連のある配列が比較され類似の配列モチーフについて多重配列アライメントがなされた結果を表している。このような情報は RNA ポリメラーゼのような配列依存性の 酵素について考慮する場合に重要である。コンセンサス配列で表されるタンパク質結合部位はゲノム中に何度か現れるヌクレオチドの短い配列であり、異なる位置であっても同じ役割を果たすと考えられている。例えば多くの転写因子は調節する遺伝子のプロモーター領域の中の特定のパターンを認識する。同様に制限酵素は多くの場合、 パリンドロミックなコンセンサス配列を持ち、その部位の DNA を切断する。トランスポーゾンは、定員のための標的配列の同定においてほとんど同じように振る舞う。そして、スプライシング部位についてもコンセンサス配列と考えることができる。このように、コンセンサス配列は、推定される DNA 結合部位のモデルである。特定の認識部位について、 基地の例をすべてアライメントすることによって得られる、各位置において優勢な塩基が表された、理想化された配列として定義される。すべての実例が、いくつかの地換という以上に、コンセンサスから異なっていてはならないが、ミスマッチの数を数えるという方法は、コンセンサス配列を計算する際に必ずしも適切であるとは言えない。コアプロモーター配列において、 コンセンサス配列に近くなるようなヌクレオチドの変異はアップミューテーションとして知られる。一般的にこの種の変異はプロモーターを強化し RNA ポリメラーゼは転写しようとする DNA とより強い結合を形成するために転写が上昇する。反対にコンセンサス配列において保存されているヌクレオチドを破壊する変異はダウンミューテーションとして知られる。この種の変異は もはや RNA ポリメラーゼがコアプロモーター配列に強固に結合できなくなるため転写は低下する。パターン認識のためのソフトウェア開発は遺伝学、分子生物学、そしてバイオインフォマティックスにおいて主要なトピックである。特定の配列モチーフは生合成をコントロールする制御配列として、もしくは細胞内の特定の位置に分子を差し向けたり、 分子の成熟を調節するようなシグナル配列として機能する。これらの配列の制御機能は重要であるため、進化の長い過程にわたって保存されていると考えられている。いくつかの場合においては、進化的な関連性がこれらの部位の保存性の程度から推定される。保存された配列モチーフは、コンセンサス配列と呼ばれ、どの残機が保存され、 どの残機が変化しやすいものであるかを示している。次のような DNA 配列の例について考えてみよう。A, CT, N, A, いやーこの表記では、左端の A は常に、この位置に A が見つかることを意味している。CT は、この位置に C、または T が見つかること。N は、この位置に、すべての塩基が入り得ること。A は A 以外の塩基。Y は、ピルミジン塩基。 R はプリム塩基をそれぞれ意味している。シーケンスロゴで表されたレクサタンパク質の DNA 結合モチーフこの例での CT という表記にはその位置における C と T の相対的頻度について何の情報も示されていない。コンセンサス配列を表現する別の方法としてシーケンスロゴが用いられる。シーケンスロゴはコンセンサス配列の画像的な表現であり、 特定の位置におけるヌクレオチドの頻度がそのシンボルのサイズによって表現される。より多く保存されている残機はより大きなシンボルで描かれ、頻度の低いものは小さなシンボルで描かれる。シーケンスロゴはウェブロゴやゲシュタルトワークベンチを用いることで生成することができる。バイオインフォーマティクスのツールでコンセンサス配列を計算し視覚化することができる。ジャベや うねねなどのツールがある。ありがとうございます。